こんにちは、エレコアチャンネルのさきです。今回は全身とお腹の脂肪が完全燃焼する、立ったままできるピラティスエクササイズをやっていきます。立ったまま効率よくダイエットがしたい、家事の合間に効率よく脂肪燃焼したいと思っている方にとてもおすすめのエクササイズです。ピラティスやバレエの要素が入っていますが、運動経験がない方でも動きを真似するだけで簡単にできる内容になっていますので、ぜひ動画を見ながら私と一緒に頑張りましょう。それでは始めます。それではまずは上半身を緩めていきましょう。足を腰幅に開いたら両手を頭の後ろに添えます。肘を前に向けながら背中を丸めて、そこから今度は胸を斜め上に向けていきましょう。息を吐いて吸って、交互に繰り返します。深呼吸しながらまずは上半身気持ちよくほぐしていきます。下半身は動かさずに上半身だけを動かしていきましょう。さあ、しっかり呼吸していきます。あと少しです。はい、OK です。それでは両手を胸の前でクロスしていきます。両膝を曲げたら片足を横に出していきましょう。この動作を繰り返し行っていきます。膝を曲げるときに足の付け根のところから折り曲げるように体を前に倒していきます。吐いて吸って、吐いて戻ります。できるだけ背中が丸まらないように伸ばした状態で行っていきましょう。頭を遠くに引っ張って背骨を長く伸ばすイメージで行っていきます。その調子で頑張りましょう。あと少しです。はい、では一度手を緩めて反対も同じように行っていきます。では膝を曲げたら横に足を出して戻っていきます。背筋をピーンと伸ばして頭のこの頭頂部を遠くに引っ張るようにイメージしていきます。余裕がある方は膝をできるだけ深く曲げていきましょう。難しい方はペースはゆっくりで大丈夫です。ご自分のやりやすいスピードでやってみてください。さあ、呼吸を忘れないように呼吸を続けていきます。いい感じです。はい、 OK です。それでは今度は足を少し閉じていきましょう。両手前で準備します。片足の膝を持ち上げたら横に上げていきます。さあ、この動作を繰り返し行っていきます。膝を持ち上げるときは立ってる足の膝が曲がらないように気をつけていきます。膝を曲げるタイミングと足を上げるタイミングで息を吐いていきましょう。片足なので少しバランス難しくなります。気をつけて行ってください。どうしても難しい方は壁の近くで壁に手を添えて行ってください。とってもいいです。このエクササイズは股関節の前の大事な筋肉をしっかりと鍛えることができます。
はい、OK です。それでは反対も同じように行っていきましょう。はい、では反対も同じように膝を前に持ち上げたら横に上げていきます。膝を持ち上げるときにおへその、体の正面に向かってまっすぐ持ち上げるように意識してください。続けていきましょう。吐いて、吸って、吐いて、吸って。そう、無理のないペースで大丈夫です。片足でしっかりバランスを取っていくの、支えていくので、このお尻周りと足の筋肉をしっかり使っていきます。今回のエクササイズ、脂肪燃焼効果が高いので、ダイエットしている方にとてもおすすめです。ラスト頑張りましょう。はい、OK です。それでは見やすいように斜めを向いていきます。両手は腰に添えていきましょう。それでは膝を曲げて、その足を後ろに片足を出していきます。足を上げたら下ろして、膝を伸ばしたら足を元に戻します。曲げて足を出して、上げて戻す。1、2、3。さあ続けていきましょう。足を後ろに伸ばすときに、これ足の付け根から体を前に倒すのがポイントです。足の高さは無理に高く上げる必要はないです。腰の力で頑張ってこんな感じで上げてしまいやすいので、頭と足を遠くに引っ張るような意識をしてみてください。あと少しです。はい、では反対もやっていきましょう。膝を曲げたら、そのまま足を後ろに出してあげます。よいしょ。さあ背中をしっかり伸ばしていきます。これもですね、片足でバランスを取る動きを行っていくので、下半身の筋肉支えるためにしっかり使っていきます。30代後半を過ぎると下半身の筋肉から衰えていってしまうので、しっかり将来転びやすくなったり怪我をしないように下半身の筋肉をしっかり使っていきましょう。下半身の筋肉しっかり使えるようになると脂肪燃焼効果もアップします。バッチリその調子でいきましょう。はい、OK です。それではかかとを最後合わせて、足の先を斜め外に向けていきます。はい、膝をしっかり伸ばしたら、かかと同士をピタッとくっつけたままかかとを上げます。そしたら今度は膝を曲げましょう。息を吸いながらかかとを上げて膝を曲げます。 1回ずつしっかり膝の裏側をストレッチしていきましょう。さあ、ここでかかととかかとくっつけたまま行うのがポイントです。とっても上手にできてます。バランスもね、少し難しい動きになりますが、かかとは無理にたくさん上げなくても大丈夫なので、バランスがまずは取れる範囲で行ってみましょう。息を吸って、吐いて、吸って、ラスト。OK です。では最後、足を腰幅にして準備していきましょう。さあ、両手を横にしてラスト頑張っていきましょう。体を横に倒していきます。吸いながら戻して、反対も同じように倒していきましょう。
下半身は一緒に動かないように固定したまま行っていきます。できるだけ上半身を大きくしなやかに動かしていきましょう。腕も柔らかく動かしていきます。息を吐きながら倒したら吸いながら戻ってきて、脇腹や腕の筋肉ストレッチしていきます。上半身をほぐしながら体幹を使う効果があります。あと少し呼吸しながらやっていきましょう。皆さんお疲れ様でした。今回初めて行った方は難しいところがあったかもしれませんが、完璧を目指さなくて大丈夫です。自分のペースで楽しみながら細く長く続けていただくことが大切だと思っています。実は先日東京の人形町駅から徒歩1分のところにマシンピラティスを取り入れたパーソナルトレーニングスタジオをオープンしました。一人では運動が続かなかったという方も、解剖学の研修を徹底して学んだ女性トレーナーが優しく丁寧にサポートしますので、興味がある方は概要欄のプリマのホームページをご覧ください。オープンを記念して今だけ先行予約キャンペーンを行っています。自分に合うダイエット方法を自宅で気軽に知りたいという方は公式 LINE をお友達追加して無料ダイエット診断を受けてみてください。それでは今日も最後まで見てくださりありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。